どうもサバイバーの皆さん、今回はカルカロを用意して、OSD リベンジ。そういやすり込み主、コマンドで帰れるらしいな。次キャラロスしたらやる？まあ、原因がわかった。多分もう次はない。スペック不足だったか？私の PC でスペック不足だったらアークの人口1割になってる。1割で済めばいい方だろ。Twitter で教えてもらった感じ、Windows の設定とアークのファイルがみたいな話。教えてくださった方、ありがとうございます。まあ別ゲーじゃ起きたことないけどね。どうあがいてもワイルドカード。多分解決した。多分ね、今回はモノポテと私が2体カルカロを用意。俺のは防御100ぐらいのサドル、もうちょいいいサドル狙おうか悩んだんだけど。100の時点で金属が4000必要だった。もういいやってなったんだぜ。今回用意したのは2体、ウェーブ14とか目指すならもっと用意していいと思うけど、ひとまずの目標は、ウェーブ7。カルカロはスイッチにも3月実装されたな。そしたら紫 OSD 探し、かかってこい。ただまずは、そもそも紫 OSD 探しだな。OSD も落ちる場所は決まってるのかな？ここは、青、最低難易度かな？とりあえず一旦手分けして探してるな。俺の方に紫の OSD 余ってやばい起動しちゃった。え、マジで？大丈夫そう。なのか？今のところはとりあえず、大丈夫そう。ただ OSD の落ちた場所が、硫黄地帯で、気温が60度あるんだよね。そもそも暑さで HP がめっちゃ減る。今からハザード防具。取ってる暇はないよな。回復アイテムでゴリ押す。ウェーブ7までならまだ間に合うか？めっちゃワイバーンに囲まれてる。けど、まあまだウェーブ1、大丈夫そうね。ちょっと離れたとこで降りて、カルカロ展開だな。ちなみにカルカロブリーディングのついでに、フィヨルドルーンも改めて集めてきた。これで3星もミョルニルゲットだな。さすがにテレポコマンドで集めた。前やったしさすがにいいよね。そしてワイバーンの背後に注目。ホラゲーかな？めっちゃ襲われてるけど。本当に平気？俺のカルカロ、ついてるのが100ぐらいのサドルだけど、それでも全然余裕で回復間に合うわ。マジで完全にカルカロ無双じゃん。今回は2体しかいないが、3人全員で3体用意しつつ、プラスで3体ぐらい用意したら、マジで一切 OSD に寄せ付けないかもな。あとはもっといい場所に振ってくればね。極端に熱すぎてマジで辛いな。優秀なハザード防具、持ってたんだけど、壊れて修理素材がバカ大量で修理できてない、不可能なんじゃないかって思うレベルだったぜ。とりあえずこいつら倒して、ウェーブ1終わりかなって思ったけど、終わる気配がしないね。いや絶対にあいつで間違いないじゃん。めっちゃ岩にスタックしてる。とんでもない場所から攻撃しかけるな。よし、これでウェーブ1も完了かな。そのワイバーンを撃破して、BGM 流れたな。地味にこの BGM うるさいんだよね。編集の BGM とかぶるんだぜ。そしてウェーブに、地味に厄介なのが、リーパー倒して出てくるダメージ。なんとか病みたいなやつ受けるよな。この辺熱いから、ただでさえ私の HP 減るのに、いっそ人間にもブラッドレイジ回復くれない？お前カルカロドンとサウルスだったのか。こいつらのレベル、HP の影響なのかな。1体倒すだけで5ぐらいブラッドレイジが上がる。ブラッドレイジは倒した敵の、HP2500 ごとに1上がるにょん。HP が1万の敵を倒したら4上がる。こいつら大体、HP1 万以上はあるだろうから。おかげで一瞬でブラッドレイジが溜まるわね。ブラッドレイジが溜まる。使える。これが新時代の T ポイントカードだぜ。そういう点でも、OSD においてカルカロは超優秀。擦り込み 100% で、ブラッドレイジ100まで行ったら、与えるダメージは迫真の3000。マジでこうなったらカルカロ最強だな。あらかじめブラッドレイジ100貯めれば、もはやジェネイチのアルファイケル説。絶対に返り討ちに合うオチが見える。マジで完全にカルカロ無双。五条庵、カルカロ無双。始めよう、世界の命運をかけたゲームを。それでウェーブ3の最後の方なんだけど、またしてもどこかに詰まってるらしい。全然来る気配がしないんだぜ。とりあえず俺、その辺を探してくるね。そしたら私、水分ゲージ回復したいんだけど、この辺の水って飲んでも平気なやつ？明らかに色からしてヤバそうだが。なんならめっちゃ煙出てるんだけど、明らかにヤバそうな気配がめっちゃするな。ここの容器体の水は、エクスティンクションだと入るとダメージ受けるにょん。ダメージを受けるってだけで、飲めないとは言ってないもんね。入ったらダメージ受けるような水は絶対に飲んだらダメだぞ。おらー、水分補給。画面上にこの水は毒だって出てきたけど、HP 減るけどしっかり飲めるわ。体が内側から溶けていきそう。ちょっとお腹壊すだけで済む。体に毒耐性ある？詰まってるやつ発見。こっちで撃破しておくわ。これでウェーブ4、前回はここで諦めた。ギガノトだとめっちゃ HP 減ったけど、カルカロだとマジで一切 HP 減らないわ。いや本当にカルカロ最強だわ。ただまあ、前回に比べて360度開けてる分、大量に敵が来る絶望感はあるな。本当に一気に敵が来るからね。カルカロの HP は平気だけど、OSD 平気かな？さすがにそんなに少ないことはない？と思うぜ。蘇るオールドワンズアーミーの記憶。さすがにアークは、
大丈夫だろ。そしてウェーブ4はカットして、ウェーブ5、ついに激怒ティラノがやってきた。前回はウェーブ4の時点で来てた気がするが、どっかに詰まって消えたんでしょ。一番消えちゃダメなやつだろ。まあ前回の感覚的に、激怒ティラノもカルカロの前には敵じゃない。前のギガノとの敵討ち、お前が見捨ててたような気が。それは、あれね、気のせいね、激怒ティラノにスタックし始めてるけど。まあそれでも、全然回復で受け切れるレベル、超駆逐 OSD も、カルカロにかかればこの通り、やっぱ新しい生物ほど強さがインフレしていくからな。次追加される虫はもっと強い可能性が。見た目もテイム方法もめっちゃキモそうだけど、あいつも多分 OSD で超活躍するぞ。ちなみに気づいてる人もいるかもしれない。編集中にあの生物の名前がマジで思い出せない。虫が実装されるらしいんだが、こっちの激怒ティラノは撃破完了。こっちも倒した。HP はちょっと減ったけど、次のウェーブまでの待機時間で全回復するわ。気になりすぎて調べた。リミオブナタだ。急に会話を戻すな。絶対にリーズは嫌いだよね。私たちが虫をテイムしない理由の8割がリーズ。そしてウェーブ6、激怒ティラノが2体来た。おらー、2体ともまとめてかかってこい。ミョルニル無双編のはずがカルカロ無双編になってるな。さすがに今降りて殴りに行くのは死ぬ。私のパンチで6000ダメぐらい出るとはいえ、多分こいつら全員 HP6000 以上ある。500レベとかが大量に湧いてる状況だしな。さすがに2体同時は、ちょっとずつ HP が減る。死にはしない。と思うが、拡大してるから数字見づらいけど、HP が4000ぐらい削られた。だが、削られながら回復してるから、ブラッドレイジ溜まった時の実質 HP 倍以上になってそうだな。自動で減った分が回復されるからね。それなりに痛かったけど、激怒ティラノ2体撃破。ここが一番追い詰められた場面だったな。実際は追い詰められてはないが、HP が減ったで言うとこんな感じね。それでウェーブ7、ここをクリアで攻略。この遠くにいるやつを倒して、これでクリア判定だね。一応ウェーブ20まではあるみたいだが、単なるクリア目的、これで終わりでいいな。そしたらこれにインタラクトして、OSD を終了。ウェーブ20とかを目指すんだとしても、とりあえずこの場所以外がいいわ。熱すぎて HP がめっちゃ減るんだぜ。起動物資防衛完了。OSD の HP は10万分の6万。結構削れてるな。もっと先目指すならカルカロ何体も必要かもね。そしたらこれで、アイテム排出。待ってライデータ、なんか敵来てる。汚染されたワイバーンが来たんだけど、待ってマジでどういうこと？ OSD。終了させたはずが、まだ OSD の敵が湧いてるっぽいよなこれ。でもアイテム回収やめられないんだけど、報酬は、装備に設計図、エレメントとかか。やっべさすがにそろそろ死にそう。一旦カルカロにしっかり乗った方がいいな。いやさすがにこれは罠すぎない？マジで完全に油断しきってたわ。報酬を出して隙を作って襲う作戦。テック装備の思考設計図に、サドル系もあるわね。あとはセメントとかポリマーとかの素材だな。一応いろいろ建材も手に入ったんだけど、重量増えるだけだから捨てていくわ。さすがに持って帰ることはできないな。それとあとは大量の低温ポット、これは地味にありがたい。それとこれは、メックの設計図だな。人が乗れる二足歩行ロボ、なんだけど、この設計図、サバ転送しても大丈夫だよね。卵とかはレベル1にされるんだよな。まあ普通の設計図扱いなら、平気なのかな。このメックのレベルも、OSD のウェーブ数に応じて優秀なのが手に入るみょんね。まあもっと優秀なのを狙うのはまた今度かな。カルカロ2体だけで、ウェーブ7まで楽々。10体ぐらい用意すれば20まで楽にいけそうだよな。金属はストライダーで大量に集まってるし、カルカロ大量に連れてくるのも全然あり。まあそれは今度、おいおい攻略しに来るぜ。汚染された心臓も100個、ボスいけそう。ちなみにテラリアでチラッと触れたが、モノポテもついに動画投稿を始めるぜ。ゆっくりで動画を上げるらしい。概要欄にまた今回も URL 貼っておくわね。まだ動画上げてないのに登録者200人いっててマジでビビってる。もっと焦らせるために登録お願いします。嫌がらせ目的で宣伝するな。次回、ついにタイタン戦。それではご視聴ありがとうございました。